お待たせしました。ではメッセージをしていきますけれども、今日はですね、さっき開いてもらった、ちょうだ、ちょっと待ってください、まだ書いてなかった、失礼して。よし、なんか、九州あなたの罪を許されたと。何ページだ。15ページ。15ページ。13と12の、13と12だ。これ15。15。では、今日はですね、マタイの福音書9章2節から罪を許すイエス様というテーマでメッセージをさせていただきます。はじめに一言お祈りさせていただきます。愛する天の父様、愛する主様、今日のメッセージの時をありがとうございます。今日は罪を許すイエス様というテーマですけれども、イエス様の言葉、神様の言葉がよくわかるように聖霊様助けてください。お願いいたします。主の御手にすべて委ねます。期待いたします。感謝してイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。はい、今さっきも言いましたけれども、今日はマタイの福音書9章の2節のところから罪を許すイエス様というテーマでメッセージをさせていただきます。じゃあ最初に御言葉をみんなで一緒に読みたいと思いますけれども、開けたでしょうか。マタイの9章2節、ちょっと途中からなんですけれどもね、イエス様の仮括弧のところのイエス様のセリフのところですね、こよっていうところからせーので読みましょう。せーの、こよしっかりしなさい、あなたの罪は許されたと言われた。あ、そうだね、ここですね。はい、どうもありがとう。ということで、罪を許すイエス様というテーマでメッセージをしていただきます。突然ですけれども、皆さんは悪いことをすると罰が当たりますよという言葉を聞いたことがあるでしょうか。日本ではね、罰が当たる神様とか言ってね、そういうところで神様をみんな出したりしますけれども、でもですね、昔ユダヤの人たち、イスラエルの人たちの間では、病気になった人がいたら、この人は何か悪いことをしたから病気になったんだって、そういう考え方があったんですね。でもね、私たちが信じているイエス様が人に罰を当てるような怖い神様ではなくて、むしろ悪いことをしてしまうような弱さを持っている私たちのことを憐れんで助けて救ってくれる方なんですね。そのことを思いながら、今日は罪を許すイエス様というテーマで一緒に学んでいきましょう。昔ね、カペナウムっていう町にある重い病気の男の人がいました。どんな病気かというと、チューブってみんな聞いたことあるでしょ。あまり日本では聞かないかも。チューブ、YouTube とかなら聞いたことあるかもしれないですね。ちょっと書いてみますと、チューブ、YouTube、カペナウムという町にチューブ、ちょっと日本ではあまり聞かない名前だけど、チューブっていう病気の男の人がいたんですね。もうそれ全部習ってるわ。うん、そうか、それはすごい。でチューブ、チューブっていう病気で、どんな病気かというと、自由に手足を動かすことができない、そのような不自由のある病気なんだそうです。それでいつもね、お布団に寝たきりの、そういった大変な状況の男の人がいたんですね。で、ある日この病気の男の人の友達が4人彼を訪ねてきてくれました。君、聞いてくれ、イエス様がこの町にいらっしゃったんだと、お友達はこの病気の彼に言ってくれました。すると病気の彼は、え、あの噂に高いイエス様が来たのとびっくりしました。不思議な力で人々の病気を治してくれるという噂のイエス様、この病気の男の人もよく知ってたんですね。それで彼の4人の友達はこう言いました。きっと
君の病気も治してくださるはずだよ。だからさ、イエス様のところに行こうと4人のお友達は、そう、このチューブのお友達に励ましの言葉を伝えたんだけど、実際問題としてこの人寝たきりだから歩けないんですよね。そこで4人の友達はこういうアイデアを生み出しました。こう思ったんですね。この病気の男の人が眠ったままお布団のまま担いでいこうと思ったんです。すごい気合ですね、気力ですね。4人いたからできるんだよね。あと助けたいというその思いから。ところがイエス様がおられた家にはもうたくさんの人がイエス様の噂を聞いていっぱいいっぱい人で集まって埋まっていたんですね。もうイエス様がおられる家は入り口のところまで人でいっぱいだったんです。だからこんなお布団でね、お布団ごとみんなでこんな担いできたんですけれども、こんないっぱいのところ、イエス様のところまでたどり着くことができないじゃないかという状況だったんですが、でもね、4人のお友達は諦めなかったんです。諦めるなよ、いい方法があるぞと言って、すごい方法をまた考えたんですね。どんな方法だと思いますか？スレッドをぶち投げて上にポンってやる。うん、なんかちょっと似てるかもしれない。いい線言ってる。屋根を、そうそうそう、聞いたことあるかもね。いろんな答えがありましたね。そんな感じですね。じゃあ続きますけども、4人のお友達は実際的にはなかなかイエス様の元に行けないけれども、こういうアイデアを考えたんですね。お友達たちはこの病人の男の火を担いだまま、そのイエス様がおられる家の外の階段を登って、そして屋根に登ったんです。そして木と土でできた屋根をバリ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 と剥がし始めました。えっと思うでしょ。屋根を剥がして、そして屋根に穴をポコッと開けます。あ、なんか見たことある、うん、聞いたことあるかもしれない。あの男の人のこのお布団の寝所のところにね、紐を結んで、そして男の人を屋根の穴のところそーっとそーっとイエス様のいるその真ん前までドーンと下ろしていったんですね。すごいですね。で、びっくりするようなことをしたんですが、その様子を見てイエス様はどう思ったと思いますか？こらー、人の家の屋根を壊してちゃんと勉強しなさい弁償しなさいなくて勉強しなさいと言ったでしょうか？直しなさいと怒ったでしょうか？それともですね、怒らないじゃん、うん、君たちのそこまでの信仰素晴らしいとイエス様喜んでくれたでしょうか？どっちだと思いますか？2番。そうですね、3番まで言ってないけど、そうそう2番ですね。みんな当たってました。うん、そうなんですね。イエス様は怒らないんです。そこまでしてイエス様のところまで来たみんなの、ね、信仰を喜んでくださったんですね。で、続きますけども、イエス様は屋根からこう吊り下ろされてきたその病人の男の人をじっと見て、吊り下ろしたお友達たち、屋根の上のお友達たちのこともほっと見上げました。そしてイエス様がきっと治してくれると信じて、なんとかしてそこまでしてイエス様に近づこうとしたこの病人の人と男の友達をね、信仰をご覧になってイエス様は喜ばれて病気の人にこう言いました。子よ、安心しなさい、あなたの罪は許されましたと、この病人の男の人に優しくおっしゃってくれたんですね。ここでちょっとあれと思った人いるかもしれません。あなたの病を癒したによと言ったんじゃなくて、イエス様はあなたの罪は許されましたって言ったんですね。それは なぜかというと、最初のところでもちょっと言いましたけども、この当時、ユダヤ人の人たちの間では病気になるっていうのはその原因としてこの罪を犯したから病気になるんだっていう、そういう考え方があったんですね。だから罪が許されるっていうことと病の癒しっていうのはとてもすごく結びついてることだったんです。もう病っていう感じになったわ。そう、すごいね。そうそう、素晴らしい。で、そうなんですけども、だから、ね、イエス様はこの時この男の人にとって本当にとても必要だった言葉をまず言ってくれたんです。あなたの罪は許された、だから病も癒されるんだというふうに言うわけですね。イエス様はいつもその人に本当に必要な言葉を与え、必要なことをしてくださる助け主、救い主なんですね。で、ところがですね、ここまでは良かったんですが、そのたくさんの人たちが集まっていた中にこういう人たちもいたんです。民の上の方の人で聖書を教える立場のちょっとね、ひねくれた人たちがいたんですけど、聖書を教える教師の人たちがいたんですけども、このイエス様があなたの罪は許されたというふうにおっしゃった言葉を聞いてですね、じっとつぶやいたんです。どういうふうにつぶやいたかというと、あなたの罪は許されたなんて神を汚すことをこの男は言って、罪を許すことができるのは神様だけなのに、このイエスということは男は何ということを言うんだ、
大それたことを言いよってとですね、この聖書を教える教師たちはイエス様のことをつぶやいたんです、心の中で。でも心の中で口なさずにつぶやいたんだけど、イエス様はお見通しだったんですね。その心の中でイエス様の悪口を言ったつぶやいた人たちにその心を見抜いて殺しちゃいました。殺しちゃったの？こうしちゃいました。殺したじゃない、発音が良かったからちょっと聞こえにくかったね、ごめんね。こうしちゃったんです、こうしちゃった。あなたたちは心の中で悪いことを考えていますね。あなたの罪は許されたというのと、寝たきりの人に起きて歩きなさいというのと、どっちが難しいですか？どっちも難しいけど、私が人の罪を許す権威を持っていることをあなたたちに教えてあげましょうと言ってですね、それからこのイエス様は中部の病気の男の人に力強くこうお命じになりました。起きなさい、寝床を畳んで家に帰りなさいとイエス様はおっしゃったんですね。するとどうなったと思いました？本当に。そうなんです、ずっと寝たきりで動けなかったこの病気の人はすっくとすぐに立ち上がり、起き上がり、自分の足でしっかりと立って、そして神様を褒めたたえながら現地のお家に帰っていたんです。このイエス様は本当に罪も許すことができたわけではなく、本当にこの病を癒してくださったんですね。罪を許す権威である誠の神様であるとともに、本当に癒しもなしてくださるイエス様でした。で、今日のところ短い箇所でしたけども、大切なことがいくつかありましたが、まずこの病気の人と周りの4人のお友達、彼らの信仰は素晴らしかったですね。現実的にはこんな重い病で治らないかもしれない、またやっとイエス様のもとに近づいたと思ったら人がいっぱいで、イエス様のもとに近づけないかもしれないという状況でしたけど、現実的には不可能、無理というような状況だったけど、彼らは諦めなかった。どこまでも神様に、イエス様に期待して、イエス様を癒してください、助けてくださいとイエス様に期待して、信仰を持ってイエス様に近づいて、本当に癒しと助けを受けましたね。私たちもどんな時にもイエス様に期待して、期待を持ってイエス様に近づいて求めていきましょうね。あとイエス様は本当にね、このどんな病もこの時許してくださいますし、そして私たちが罪をたとえ起こしたとしても心から悔い改めなら許してくださる方です、ね、救い主で神であるイエス様なので、このイエス様に罪があったらすぐに心から悔い改めて、そしてどんな時もイエス様に期待して祈り求めて、そしてイエス様と共に歩んでいきましょう。またまだイエス様のことを知らないお友達に、イエス様のことを、この素晴らしいイエス様のことをぜひみんなも伝えてあげてください。それでは、やっとくけど1年に、ね、説明してあげたわ。そう、それは素晴らしいね。ますますどうぞやってみてくださいね。そう、では今日の言葉を、御言葉をもう一度読んでからそれで終わりますね。じゃあもう一度さっきの、マタイの9章2節のところをせーので読みましょう。カリカストのイエス様の言葉です。はいはい、じゃあ今お待ちます。マタイの9章2節では、何だかな、せーので読むよ。せーの、これをしっかりしなさい、あなたの罪は許されたから。アメン。じゃあお願いします。愛する天のお父様、愛する主人様、今日は中部の男の人と、その4人のお友達がイエス様のもとに本当に心から求めて、そしてイエス様に癒していただいた、許していただいたというところから大切なことを学びました。本当にどんな無理だと思う時も、私たちも彼らのようにどこまでもイエス様に期待して信頼して、イエス様に助けを求めていく、癒しと解決を求めていくことができますように、この信仰を学んでいくことができ、実践していくことができるようにしてください。また私たちもヨウさんのように罪を犯してしまったりすることがあると思いますが、その時は心からすぐに神様に悔い改め、あなたの許しと恵みをいただいて、またイエス様と共にすぐに神様の御心の道を歩んでいけますように、そしてイエス様に助けていただいて、救い主、素晴らしいイエス様のことを周りのお友達にどんどん伝えていけるように助けてください。お願いします。今日の学びを生きた学びとできますように、すべての栄光を神様にお返しします。またこの後の勉強も祝福してください。感謝してイエス様の尊いお名前によってお祈りします。アーメン。それでは神様にハレルヤを賛美していきますので、立てるお友達を取ってください。Thank you.
働くは主イエスキリストの恵み、主なる神の愛、聖霊の親しき交わりですが、私たち一同とともに御主へまでも豊かにありますように。アーメン。